いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。あの女、いい尻してんな。あの、ちょっといいですか。ん？何？カムロ町で長範博打ができる賭場って知りません？長範博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか？どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？確かになかなかですね。で、それが何か？あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が？そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ちょっと横いい？どうぞ。ここよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それといい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルも好きなの。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まりだ。さあ、準備はいい？ちょっと待ってくれ。しょうがないわ。準備。なあ、やろうか。私の勝ちね。しょうがない、勝負は時の運だ。あら、潔いのね。流れが読めれば勝てはしなくても大きく負けることはないだろう。分かってるじゃない。
あなたとなら長く遊べそう。いいわ、一杯だけ付き合ってあげる。本当に？それじゃ乾杯しよう。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？オンに切る。その前に長範博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。するとご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう、助かったよ。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああ、そうだ。彼女にはウォッカマティーニだから。ステアせずに、シェイクで。なんだそれ、合言葉か？よう、タボ。カイドウさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、羽村の居場所分かったか？ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か？賭場ってチャンピオン街のどこよ？一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあ、タボ、お前羽村を見つけたらどうする？とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。タボ、ん？賭場につながっている店ってここじゃねえか？どこにも店の看板が出てねえぞ。
大月は元気か。ステーキを食べたいそうです。シャトーブリアン、ブルーレアで。ご注文を受けたまわりました。どうぞ召し上がる。よっしゃ、やったな、タボ。はあ、これ終わったら肉食べよう。次だ、次。カイトさん、駒が揃いました。よし、来い来いよ。勝負。よし、来た来た。ミゾロの超やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カジラ。どんどん行くぞ。ほら、おい、お前らどこ立ってんだ。まだ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。行くぞ、タボ。Woo!
終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。組の金庫から盗まれた1億な。あれはあんたの差し金だったんだろ。まんまと跳ねてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくタボの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたら動かしてる黒幕は木戸だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。海藤さん。木戸じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、木戸じゃなくて翔野を呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は翔野だ。橋木も殺される直前まで翔野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は翔野か。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。キス、誰か火つけたな。頭！海藤さん！手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。